愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。今週もね、まず Google フォームにいただいた質問相談に答えていきましょう。今週は東京都にお住まいのラジオネームが前向きに行きたいさんありがとうございます。高校1年生です。図書館や学校の自習室では勉強頑張れるのですが、家になると勉強頑張れなくなり、課題などやるべきことが終わってなくてもスマホをいじってしまったりテレビを見てしまったりします。どうすれば家でも勉強頑張れるようになるでしょうか、教えてほしいです。まずね、質問ありがとうございます。でこれはですね、多分考え方が何パターンかあると思っていて、外で頑張れる場合ね、その学校の図書館とか自習室で頑張れるんだったら、家は完全オフっていうのも一個ありっちゃありなんですよ。これ割り切っちゃってる方結構いるんですよね。外で勉強は頑張る、家では1分もやりませんって方いるんですよ。全然それでうまくいく方もいるので、それも一個ありなんじゃないかなと読んでて思ったんですけど、ただまあ今コロナ禍なんでね、外のこう勉強がちょっと難しくなってしまってるので、まあそうは言うても家でもちょっとやりたいよっていうニュアンスかなと思って答えていくと、家でやる場合はね、やっぱ誘惑物が多くなってしまうので、どうしても流されやすいんですね。なので、外でねやるときももしかしたらね、前向きに行きたいさんやってるかもしれないんですが、量でちゃんと決めてあげるっていう、ここまでやったらスマホいじっていいよ、ここまでやったら、例えば録画してたらテレビね見ていいよとかね、でその量を結構少なめに設定するのがいい。なんか結構ね、その問題量を多くして、じゃあこれが終わったらスマホいじっていいってなっちゃうと、量が多すぎるとさ、ゴールが遠いじゃん。そうすると、ああ無理、もういいや、いじろみたいな。で一回さ、スマホって触ってしまったらすぐ抜け出せなくなっちゃうでしょ。だからそうすると結局自己嫌悪にもなってしまうので、量を少なく設定する、いい時間ではなくて量で設定してやるっていうのを徹底するだけでも、家の勉強の質というかメリハリはだいぶつくようになりますので、ぜひやってみてもらえたらと思います。はい、ということでありがとうございました。では本題に入っていくんですけど、今週はね、吐き出し会ハイチの脳内吐き出させてっていう回でございます。だから何かについて話すとか、有益なこととか何も言わんくて、もう最近の私の現状を聞いてくれというか、こういうことを考えてて、こういうことを悩んでて、こういうことに落ち込んでてっていう比較的暗い話になる気がするんですけど、最近こういうのを言う場所がなくなっていて、みんなからねもらってる相談は今ボイシーの方で毎日配信してるんですけど、こう自分の思いとかっていうのを喋れるのって基本的にここしかないから、だからちょっとねダラダラジオを私物化させていただいて、今週はねそんな回にします。ちょっと、さっきも言ったように暗いというか、あんまり楽しい話ではないと思うので、聞くとさ流されちゃうじゃん。だからちょっと今聞くと良くないかもって思う方は後回しにするか、普通に聞いちゃってもらって構わないので、聞くタイミング気をつけて、この後ね付き合っていただける方は聞いてみてください。ということで本日は9月19日ですね噛みましたね。7月8月なかなかしんどくって、で9月に入って精神的にはこうだいぶ回復してきてるというか、自分なりにこううまく気持ちの落としどころを作ってねやってはいるんですけど、いかんせん多分ちょっと仕事を詰め込みすぎたというか、重ための仕事、その仕事量の多い仕事を結構この時期に固めてしまった、自分が悪いんだけどさ、そう、それに追い込まれてしまっていっぱいいっぱいな日が結構続いているんですね。で今週は本当に洗いざらい話すから、正直今週話してでも来週気分が変わってることもあるので、あまりこうなんだろう、ああはいはいはいっていう感じで聞いてくれると嬉しいんだけど、正直ここ最近思ってるのは、ぶっちゃけると俺が YouTube をやる、必要があるのかなっていう、なんていうのかな、今頑張るところは YouTube なのかみたいなっていうのをすごく悩んでる。というのは YouTube は楽しいしホームグラウンドだから続けていきたいとは思うんだけど、人生って限りがあるじゃん。で俺も36だから、例えば何歳まで働けるかわからないけど、じゃ普通に今60、65歳とかにしようか、
そうするとあと30年よね、約30年。その30年を何に使うのかっていうのはさ、やっぱ時間は有限だし限りがあるものだから、せっかく一度きりの人生だからさ、やっぱりこう突き進めたな、頑張れたなっていうところにチャレンジをし続けたいのね。でもちろん今 YouTube の目標である、 YouTube をね始めた時の目標である、その勉強とか学習ってさ、どうしてもお金をかけてなんぼっていうイメージというか認識がすごく強かったんだけど、無料コンテンツでも勉強できるんだよっていうのを日本に定着させる、広めて定着させるっていうのが俺の目標で、まあそれは達成してないよ、もちろん達成してないから、あのもっともっと頑張んなきゃって、今さ講演会とかもほとんど受けてて、たくさんいろんなところで喋ってるのね。それはやっぱり YouTube っていうのがどうしても社に構えられてしまうから、そこで授業してる人間がちゃんとした人間なんだよっていうことを伝えることによって認識は変わると思うの。でその時にあの意識してるのは、配置がちゃんとしてるんじゃなくて、YouTube で授業してる人がちゃんとしてるっていう認識にしたいのね。そうだから、まあ他のね YouTube で活動してる人も活動しやすくなってくれたら嬉しいし、あとはやっぱりこう個人じゃなくて分野が評価されてほしいの。 YouTube の教育分野っていうのは、なんだろうな、うまく使えばその例えば親御さんだったら我が子のためになるんだなっていうふうに思ってほしいからさ、でまあそんな感じでいろいろ受けてはいるんだけれども、達成はできてないんだけど、ちょっと軌道には乗ってると思っているの、その面で言うとね。もちろんまあまだまだ頑張んなきゃいけないとはしても、なんだろう、 4,5 年前とかに比べたら明らかに環境は変わったし、認知はされてきたしね。それはまあいろんな人の活躍もあってだからさ、だからなんかもっと違うところ、もう一個先に自分がしたいことがあるんじゃないかなって。例えば他のことで言うと、俺は学校の先生、教師っていう職業の人、まあ、についてる先生方のは社会的地位がもっと上げたいってすごく思っているのね。っていうかもう社会的に評価が下がってるじゃん、教師っていうさ職業に関してもすごくブラックなイメージがついちゃってると思うし、なんか先生の不祥事って多いじゃんって思ってる方も多いと思うんで、まあ、実際あるからさ、報道されてるから。でも先生って職業ついてる人ってもう何十万っているわけよ。でその中でやっぱりさ、何十万っていう職業がいたら変な人はいるわけよ、正直。でもすごく子どもたちのことを思ってまっすぐで真剣にその教師っていう職業をしてる方の方が圧倒的に多いのに、どん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 なんか社会的地位が下がっていって、おかしなことになってるみたいな。そうだから俺は学校の先生がもっともっとさ、かっこいいんだぜって、すげえんだぜっていうところをアピールできたらいいなと思うし、やっぱりちゃんとこう評価されたい、評価されてほしい、って思ってて、それに対してなんかできねえのかなって思うけど、今は何もできないわけよ。あの時と同じだよね。あの塾講師やってる時にさ、子どもたちに教育を届けたい、で子どもたちから直接にお金をもらわずに教育を届ける、でも俺は生活があるから何かしらでマネタイズをしなきゃいけない、子どもたちからお金をもらわないけどどっかからもらえるって、あ当時思ってたもん。あのさ、こう誰かね、大富豪がさ俺にお金くれねえかなって、でそのお金をくれることで俺は生活ができて、子どもたちにその無料で教育を届けられたらいいな、いいなってすっごい思ってたよ。いや現実的じゃないでしょ、でも本当そんなこと思っててってぐらいになかったのよ、道筋が見えなくって。で今その先生の社会的地位向上とかで言うと、その部分がすごく強くなってる。でもチャレンジがしたい、でも道が見えねえ、何があるんだろうつって、で日々悶々としてるんだよ、そこがね。そうだからその YouTube がね嫌になったとかそういうことではなくて、そのことをやろうと思ったら多分本気で取り組まなきゃダメなんじゃねえかなって思ってる自分がいたりとか、でも何をするんで何も思いついてねえじゃ、なんなんみたいな、で頭の中がずっとぐるぐるしてんだよね。そうだからなんか最近なんていうのかな、自分の心にキレがないのよ。これ感覚論でごめんね、キレがない、切れ味が悪い。そう自分に多分自信がないんだよ、迷ってるからいろんなこと。そうそんな自分にまたイライラするみたいなね。でもまあ36年生きてきてさ、こんな時期やっぱりあるし、でこの時期を乗り越えた後にすんごいこうね、なんだ、清々しい青空とこう開けた海の景色が見える気がするわけよ。あーって踏ん張ってよかったっていう、
そうっていう感じはあるから、まあ、そうなるんだろうなと思ってんだけど、今結構この数ヶ月はそこをもがき苦しんでるところで、だから人生かけてさ何ができるかなっていう、なんかの本で読んだんだけど、昔ね、その人が人生でできることなんて大したことはないと。例えばさ、スティーブ・ジョブズさんみたいなね、もう教科書に載るようなね功績を残した方とか、日本でもそうだよねとかだったら違うけども、そこまでになれるわけじゃないじゃんか。そうだから俺が人生かけてできることなんて大したことじゃないんだろうけど、でもさ、でもチャレンジはしたいじゃん、どこまでできるか。もし本当に YouTube で勉強するっていう選択肢がさすごい広まって当たり前になってさ、俺よく言うのがさ、その評価ができないじゃん、当たり前になってどこで評価するかっていう時に、まあ、一個の指標としてね、みんなさ学生の時ってどこの塾行ってんのみたいな会話って普通じゃん。これママ友同士もそうなんだけど、どこの塾行ってるのって、あそこどうなのみたいな普通で、それと同じような感覚で、誰の塾で勉強してんのとか、理科誰見てんのみたいなっていう会話が当たり前に出てきたら、それってすっごい浸透した証拠だと思ってんの俺は勝手にね。でその時にはそのさ、誰の見てんのっていう会話があるってことは、子供たちの中で選択肢ができてることなんだよ。先生、いろんな先生が配信してて、いやもうその環境になってってほしいなと思ってて、だからそんなんさ、当初はもう雲の上のような話だったけれども、今だったらいやなんかなきにしもあらずじゃねみたいなとこまでは来てるから、だからこう人生かけて何ができんのかなって。でそうそうそう、でそのもしそこまで当たり前に世の中がなったら時にさ、まあ俺多分その時にはもうなんか第一線じゃなくなってる気もするけど、でもなんかいたよねって、あのおっさんなんかとあるだっけみたいなってぐらいに、なんかそのムーブメントっていうか、その文化ね、授業動画とか無料コンテンツで勉強するっていう一個の選択肢とか、その文化みたいなところが作る一個の、まあ、功労者というかになれたらいいなとは思ってるし、個人でそこにできたらかっけえなとは思うわけよ。そうで、そんなことをいろいろ考えてて、でも何も行動ができんから、で行動ができないのにこう受けてしまったというか、受けたね仕事がもう今めちゃめちゃ山のようにあって、それにこう時間が忙殺されてて、何をやってんだろう俺っていう。そうだからね、最近すごいイライラしてる自分に。そう、よくないんだけど、イライラしても何もさいいことないから、イライラしててさ、でイライラしてる自分にわーってなるしみたいなっていうのが今現状です現状の配置そんな感じですね。そうだから結局これ喋ったところでさ着地点もないわけよ、自分で答えが見出せてないからさ。そうただまあまあまあ、それでも、まあ、いつも言うけど、みんな迷って生きてってるから、基本的にね、その俺子供の時さ、大人とか先生って完璧だと思ってて、大人とか子供、あごめんなさい、大人とか親は迷わないし泣くこともないし、もう完璧ななんかすげえ人たちなんだろうなと思ったけど、いざ自分がさ36にも なってね、親にもなったし大人にもなったわけだけど、ある程度迷うよね、泣くし普通に、まあ、他の方は知らんよ、知らんけど、だからこうやって迷ったりさ、自分にイライラしてるみたいな話をするんだけど、ただ足は止めないっていう。そうこれで今ちょっと愚痴っぽく言っちゃってるけど、愚痴りながらも歩きながら愚痴るからまあ愚痴はあんま言わんけど、基本的にそう歩きは止めない、必ず歩く、必ず動く、でそれもセットで見せるからみんなに、多分日々ね動画投稿してるから、そこは多分伝わってると思うんだけど、こう迷いながら、時には泣きながらでも足は前に進めていく、その先に何か一個の成果があるというか、まあ、夢が叶う瞬間が分からんけどね、そうっていうのがあるっていうのは、やっぱり自分が一種の教材になっていきたいしさ、そこは、まあ、そんなことを思って、今は多分しんどい時期なんよ、きっとね。そうだからまあまあまあ、またねいつか、まあ、毎週これを話すわけじゃないので、またいつかちょっとね、ハイチの脳内のぶっちゃけ回がきっとあると思うんで、ダラダラジオでしか喋れないから、こんなことこんなん顔出しで撮っても多分誰も見ないからさ、そうだからまあまた喋ると思うんだけど、まあまあまあ、なんだろう、ハイチのこう経過じゃないけどね、ああこういうこと思って、あこの先月こんなこと言ってたよなみたいなことを思いながら、付き合ってくれると嬉しいです。でまあもしよかったら、みんなもなんかコメント欄にさ、なんかダラダラしたコメント欄とかも自由だから、まあ、全部自由だけど、みんなのね現状というか思いとかも、まあ、吐き出してくれたらね結構読むんで、そうそうそう、よかったら書いていってください。そうみんなの思いも受け取って、そっかみんなもこんなこと悩みながら踏ん張ってんだな、って俺も頑張っかみたいな
そう。にはなんかお互いに高め合えたらいいよね。うん、と思ってる。って感じでございます。すいませんね、ここまで付き合っていただいてありがとうございました。ちょっとスッキリしたわ。みんなの時間奪っといてな。はい、ということで今週もありがとうございました。で、またね、今の画面出てると思うんですけど、ボイシーっていうアプリの方で、これまあ無料アプリなんで、ボイシーの方では毎日ね、みんなからいただいた、Google フォームにいただいた質問相談に毎日朝6時に投稿するっていう、毎日投稿ね、意外とまだ続いてるんで、やってますんで、よかったらね、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。ではね、まだ来週の月曜日に何か、月曜じゃない、来週の日曜日にまた何かね、喋っていきますので、よかったらそちらもぜひお付き合いください。では、明日あれか、祝日か、まだそれでもいいね。明日からまた1週間、お互いね、いい1週間にしていきましょう。それじゃ、またね、バイバイ。